どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたスライムの逆襲2というゲームをやっていこうと思います。以前ね、1はがっつりやり込んでクリアしたんですけれども、その2作目ということで、なんかクオリティめっちゃ上がってますね。ただレベル上げるだけのゲームやったんですけど、おー、まあ、とりあえず勇者倒してこいよと。ああ、勇者ですね。なるほど、もうプロローグからのチュートリアルってな感じですかね。ああ、すごい。あ、ちゃんとロープレの戦いの画面ですね。いや、1から2でめっちゃ進化してるわ。あ、タップで攻撃弱いな。わあ、でも呪文も何にもない。もう普通に、これはなんだ、勝てねえな。負けイベントかな。最初、まあ RPG でありがちだよね、負けイベントね。いや、はい、お疲れしたっすね。まあ負けイベントでしょう。OKOK、これでゲームオーバーっつって、また最初からなったらビビるからね。まあ、それは歯が立たないでしょう。スライムは逆襲って言ってるからね、最初は負けないとね。ただまあ最初から2人おるしな。なんか来たねー。ちょっと待って、始まった途端、な、主人公死ぬ感じ。ちょっと、おっとおっと、あー、守ってくれたパターン。あー、いいっすね。なるほど、こいつはだから、まあ、密か的な、ハンターハンターでいう密か的なポジションなのだろうね。いやー、なるほど。ちょっともうプロローグとかお話とかめちゃくちゃしっかりしてますね。1は本当にただレベル上げるだけやったんですけど、これはちょっとやりがいがものすごいありますね。はあはあ、マップもちゃんとある。ん、どこを押したらいいんだ。ああ、なるほど。あ、マップ触りゃいいのか。はいはいはい。あ、オッケー。あ、ちゃんと RPG ですね。な、え、なんだよ、これはもっと早くやりゃよかった。オッケーオッケー。魔王を倒す旅に出るのに、なんか光の宝玉持ってきたら村長が認めてくれるらしい。あ、なるほど。トゥ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 的なやつはないのね。マップはもう本当触りゃ、あの、一瞬で移動してくれるよみたいな。ああ、なるほど。で、進むと、敵出てくるぞと。ああ、ありがてえ。で、呪文は相変わらずまだねえぞと。はい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 、オッケー。まあスライム的なもんだね、今の猿がね。なるほど。これでまあどんどん進んでって、20分のって書いてあったから、まあ20進んだら、まあボスかなーってところかな。はい、おお、レベル上がりましたね。ああ、なるほど、このレベルの今の感じは、はいはい、これはスライムの逆襲の初代から引き継いだパターンですね。このポイントをなんか好きなものに振り分けられますよと。だからまあ脳筋のキャラにすることもできるし、あー、でパラメータ一定数以上いくと技を覚えますよっていうのもスライムの逆襲1と一緒のシステムですね。オッケー。もう完全にね、1はやってるから仕組みを理解するのは早いね。ただ本当に何でしょうね、ストーリーがちゃんとしてるからちょっと楽しいですね。勝てるようにな、あー、よかった、勝てた。いやー、これで宝玉ゲットですね。これで村長さんが旅に出ていいぞって言ってくれるはずですわね。あ、でもほんとちゃんと RPG だな。マップの移動がない、普通に RPG を楽しめるっていう感じなんで、これはね、手軽にめちゃくちゃちゃんと遊べる。あー、で装備もゲッツ。こいつ倒したらボスだぞっていうところまで今来てます。呪文がですね、今 1.5 倍の攻撃力で攻撃するやつと回復があるよっていう状態なんですけども、結構ね、やっぱ何回も、入っては、引いて、入っては引いてで、引くたびに体力満タンになるんで、おーい、来た。これはなんだ、助けて仲間になるパターンか。いやー、ありがてえね、まさかの共闘パターンでしたね。ねえ、これはとりあえず、まあこっちの方が素早さ早いのね。あー、これはメラかな、メラホイミ、メラホイミ覚えてるぞ的な感じですね。ちょっと待って、すぐ仲間なるパターンじゃない感じ。これ村でなんか何かしらのイベントクリアしないと仲間ならんのかな。いやいや、しっかりストーリーあるな、マジで。
これはね難しいね。まあ、とりあえずあのマリムのお母さんが毒に侵されていて、その毒を治す草が、この遺跡の奥に生えとるらしいです、その一番奥にその草取りに、まあ、一緒に戦ってくれてるよっていう感じですね。で多分草取ったらお母さんが元気になって、マリムがじゃあ一緒に魔王を倒しましょうみたいな、そんな感じになるんじゃないかなっていう感じなんですけど、これあの普通に神ゲーなんでね、あのストーリーがねネタバレしてしまうんですね、これずっと普通にやってるとね。なのでもうこれはもう全クリしてしまって、なんかつまみつまみやるしかねえな。減ってはいるから、減らせてはいるから、もう勝った、あはーやったー、うん、おお来た、えもうお前もうほぼラスボスぐらいのイメージでいたけど、よしこれ戦うね、どうやら戦うね。そうか、お前結構物語中盤でやれるんだな。おい、こいつの攻撃がまずどんぐらいかよ。まあまあ一旦回復しといて、うわーえぐい、あーこいつえぐいわちょっと待って、これどっちやろ、負けイベントかな、これレベル上げ、あーよかった負けイベントだ、つえもう MP がなくなってからのもうこの消化試合の時間の虚しさねもう勝てるわけねえのよ。これでギリ死んだりしたら神バランスやけどな。防御してちょっとでもたあー終わった、終わりました、お疲れ様でした。もうちょマジでさ、ゲームバランスが素晴らしいっすわ。よし、だいぶレベル上げて、まあ、スライムボンバーでどこまで削れるかですね。まあ、とにかく MP がなくなるまでにバカほど削っとかねえともうマジで無理やから、で最初から、敵の攻撃力防御力ちゃんと下げてデバフかけてからの、まあ、とにかくもう攻撃し続けるしかないですよね。あ、ラストスライムボンバーですね。これでとどめとかやったら気持ちいいけど全然甘くないですね。こいつマジ体力どんだけあるん。これでもうレオンの斬撃すらなくなってくるともう本当に延命しながら素殴りしかないですね。きちい。アポロンが回復に回れねえっていうのもあるから、あーやべえ。あと、おほうほう、はい、だいぶいろいろありまして、ラストダンジョン魔王城までやってまいりました。だいぶ強くなってる気はしています。もう途中本当にあのストーリー進めるのやめてひたすらレベルだけ上げ続けてたんで、よしじゃあちょっと行ってみます。あーない、ワンパン、あ強くなりすぎちゃった。とりあえずですね、今覚えられる攻撃魔法攻撃呪文は、全部覚えてます。なのでもうこれはこのまま魔王城全部いけちゃうんじゃねえかなっていう感じではあります。全然順調な感じで、ああ嘘、ああ30まであるなと思ってたけど10ごとにボスか。回復できないからねダンジョン途中はね、これはなかなか厄介ですよこれ。だいぶ MP 持ってかれましたね。あーでこの次そうか、20でデス30で魔王って感じか。これはねあのレベルが上がれば回復はするんですけど、ただまあそんな都合よくタイミングよく回復もしてくれないんで、もうボス前は広告見て回復しかないですねこれね。よしさあ、これでもう本当に物語最初の最初からずっと目の敵にしてたですが来るのかどうなのか。まあ来るよな、来るよな。まだレベル足りんかな、その可能性は否定はで、おおちょっと待って勝った、あれすげえあっさり、えちょっと待って、この状態から本気モード、MP ないのよもうレオンくんが。ああちょっと待って、いやーちょ待って、これマジえぐ強すぎるし、こいつがラスボスならまだわかるけど30に魔王おることも確定しとるから
まだだいぶこれレベル上げんと無理っすね。いやーえぐい、これはえぐい。ちょっと心へし折られましたね今。まあ、とりあえず魔王の攻撃の一ターンでやられるパターンが消えたから、無我の境地ずっと使えるっていうのはでけえ。おっ、ちょっと待って、勝った。でもまあどうせデスパターンでしょこれ。これはマジでいいゲームでしたね。ちゃんとエンディングもあるし、ストーリーも腑に落ちてんだけど、ただ勇者一行よね。そこだけまだちょっと、おちょっと、えマジで、あー気になってるとこちゃんと回収してくるパティーン。神ゲーでした。で多分今もう画面タップしたらもう終わらないので、これはタスク切るしかないのかなっていう感じですかね。ちゃんとだがここでもうエンドって感じですね。はい、タスク切ったらこの画面になりました。つうことでですね、ちょっとネタバレしすぎるのでだいぶつまんだ編集になるとは思いますが、あのマジで面白いゲームとなっておりますので、皆さんもねぜひとも、ダウンロードして遊んでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。